それでは今日の線形代数2の授業を始めたいと思います。前回は昨年になりますけれども、線形写像の話題で、まずはそのベクトル空間と数ベクトル空間が同型であること、それから同じ次元の等しいベクトル空間すべて同型であるという話をしました。そして線形写像の表現行列について説明をしました。で、今日はその続きでですね、線形写像との、表現行列と、それから規定の変換に関する話をしたいと思います。で、あと、線形写像のランクとかですね、それから次元定理と呼ばれるその線形写像とその次元に関する性質について紹介いたします。教科書ですと、163ページですね。で、実は今日はですね、この線形写像の表現行列と規定の変換という話がメインになりまして、この163ページの上半分の内容を説明するのに、多分今日のレクチャーのほとんどを使うと思いますので、ちょっと聞いておいてください。で、まずそのそうか、まずこういう話なんですけれども、今U と V をベクトル空間としまして、で、U の次元が N 次元、それから V の次元が M 次元ということで、共にこれは有限次元とします。すみません、ここのスライドで M が有限というのを抜けてますけど、N と M 両共に有限ということにします。で、F がその U から V への線形写像とするんですけれども、前回の授業でやりました通り、この F を表現する行列ですね、この行列っていうのが、その U とか V の規定の取り方によって、こういろいろ異なってくると、変わってくるということは、前回の授業と、それから前回のレポート課題でもやった通りです。で、今日お話しするのは、この時に、異なる2組の規定が与えられるときに、それぞれの規定の組に対する表現行列 A と B っていうのがあったとしましょう。例えば上にありますように、この U の規定がこういう形で、 V の規定がこういう形の時の表現 F の表現行列が A、 一方でまた別な形でこう規定が U の規定とそれから V の規定が与えられた時の F の表現行列が B というふうに与えられた時に、じゃあこの A と B との関係はどうなってるのっていう話を今日はしたいと思います。で、数学において何々とほにゃほにゃとほにゃほにゃの関係はっていうことを言うときには、その具体的にその間にどう関係式ですね、関係式を求めるというものだと思ってください。で、具体的な話にも入る前に、まずどうしてその規定の変換についてこういうことをやるかっていうことなんですが、これからですね、一応今学期の終わりの方に向けて、例えば行列の対角化とかいう話をします。で、それはどういう計算をやるかっていうと、与えられた行列にある演算を施していって、その行列を対角行列に変換するとかですね、そういうことをやるんですけれども、それは線形写像の立場からで言うとですね、実は行列を変換するっていうのは、その線形写像の同じ線形写像なんだけど規定を変えていくんですね。この元になっている規定を変えることで、その線形写像の表現行列を異なるように見せる、そういう操作なわけです。で、それでどういうことが言えるかっていうと、実は線形写像っていろんな線形写像があるんですけども、中に特殊なものがあります。例えばそうですね、X 軸に何倍して Y 軸に何倍するような、そういう拡大縮小だけをやるようなものであるとか、それから、同じそうですね、縦横の比例を保ったままこうくるっと回転するとかですね、そういう行列もあります。そういう線形写像もあります。あるいは、例えばそうですね、こういった本があったときに、これを上から見ることで、横の情報が潰れてしまうような、そういうある次元の情報を潰してしまうような、そういう線形写像もあります。で、それっていうのはどういうふうにしていけば分かるかっていうと、デタラメな規定が与えられたときには、その性質っていうのは分からないときがあるんですけれども、だからある規定を取ったときに、そういう線形写像の性質がピタッと行列に現れることがあって、で、例えばある回転をすると、この
線形作動というのは実は拡大縮小だけだったとか、あるいはある変換をしたら、ある規定をある規定に対して表したら、じゃあ実はこの次元を減らしているような線形作動だったとかっていうふうに、その線形作動の中でその特殊な性質を持つものを見分けるっていうのに、まあ、こういう規定の変換を使うというふうに思ってください。ですので、これから学ぶその対角化もですね、それはある意味ではその線形作動の規定を変えることで、その線形作動のある特徴を取り出すということに対応しているということです。で、そこでですね、その表現行列の関係を導くんですが、一応そのこの話をするには表現行列をどうやって出したかっていうのと、それから規定の変換をどうやってやったかっていうのをがまず頭に入ってないと多分ついていけないと思うので、まあ、すでに知ってる人には退屈かもしれませんけれども、一応表現行列をどうやって出したかっていうのをまず復習します。で、ここでは UI ですね、この UI っていう規定を、まあ、F で移しましたと。で F で移したと。で、UI っていう規定を F で移しましたら、これはベクトル空間 V の、ベクトルになりますから、こちらにありますようにベクトル空間 V の規定ですね、 V1 から Vm の線形結合でこう表されるわけです。でこれが U1 から UN までこう F で移すと、まあ、こういう形で表されるというふうにしましょう。 でこれを使ってそのベクトル空間 U の、まあ、勝手なベクトルですねを移します。この X っていうベクトルなんですが、これは U の規定 U1 から UN の線形結合で表されていて、これを F で移しますということにしましょう。で、FX ですね。FX を計算すると、たときに、これが仮にですね、この V のベクトルとして、まあ、こういう形、V のこういうベクトルで表されたとしましょう。で、この時のその関係からですね、表現行列を求めるんですが、まず、この FX をですね、UX をですね、U のベクトル、U の規定の線形結合で表すと、こんなふうに、その C1U1 から CNUN の和の F で移したことなんですが、これは線形写像の性質から、こんなふうにこうばらけて書くことができますね。この U1 から UN をそれぞれ F で移したベクトル2を C1、C2、C3 で CN 倍したっていう形で表すことができます。で、このベクトルが実はこの上の方のこの D1V1 からごめんなさい、ちょっと安定したんですね、D1V1 から DNVN に等しいっていうことですので、で、これをそのこの F の U1 をですね、 F の U1 を一回こちらで展開して、で今度は V1 から VM の線形結合にまとめましょうということで、この F の X ですね、X を F で移した行、ベクトルを、その、元の、係数を使って表すと、こういうふうな形で表されていて、で一方で、これがその V の方の規定と係数で表すと、こういうふうになってますというのをまとめますと、実は先ほどのその係数ですね、U1 から UN を F で移したときに出てきた係数をまとめて行列 A と置いて、そうするとその、こちらがその V の、規定にかかる係数なんですが、それが、こちらの U のもともとあったベクトル U の、U のベクトル空間 U のですね、規定にかかっていた係数に行列 A をかけた形で表されるということで、これがその、まず、規定ですね、一組の規定、ここにある一組の規定に関する F の表現行列として求めましょう、求めますというのが、まあ、これまでの話でした。で、あとはもう一つ、その別な規定ですね、ここで言うと、この下の、U1' から UN', それから V1' から VM' についても同じようにそのこれらの規定を使った時の F の表現行列っていうのを出すことができます。まあ、全く同じことをやってますので詳しい説明は省略しますが、
そうしますと、まあ、こういった形で、その、この B という行列が求まって、でこれがそのこちらのもう一組の規定に関する、まあ、F の表現行列になるというわけです。まずここまでがその、表現行列に関する復習ですね。